ということで探索終了。さあ行きましょう。おっと、ごめんよ。あれ、スリじゃねえこいつ。怪しい。あ、来た。だだーん、ボヨヨンボヨヨン。でかい。邪魔だよ。邪魔だよ。おう。ああ。ひどい。まあ、見たことはある。この財布、あんたのだろ？私のです。もしかして気づいてないのかい？ちょっと軽すぎてね。さっきの男はスリさ。あんたスリに会ったんだよ。見たところ一人前の証を持ってるようだが、ずいぶん間抜けな一人前もいたもんだね。さあね、さすがにマリーンさんは声優さんわかるでしょう。誰だ。全財産が入った田村聖子さん。気をつけな、お間抜けさ。マリーン、マリーン、賢者マリーン。やっぱ田村聖子さんだね。さて、なんか有名どころ、吹き替え畑の人ですね。あんまりアニメはシュガーラッシュのタモラ、カルホーン軍曹の人だ。わかんねえよ。こんにちはアンのジョアンナ・トーマス、ナルトに出てるね。林凛アメユリ、わかんにゃい。タイムボカン、千代ちゃんの通学路のおばあちゃんね。ポポロクロイス。あー、あのトライフォース三重士のマダム・テイラー。いやー、やっぱ吹き替えの人なんでね、あんまり普通のアニメには母親とかちょっと脇役ね、お母さん系の役の人が多いね。吹き替えはね、結構有名どころをやってるんだけど、俺が言うほど、ね、映画を吹き替えでは見るんだけど、ジュマンジのトーマス夫人って言われても誰だろうって思っちゃうね。なんていうか、大体その大人の女性役が多いんでね。まあ、そんなキャラだね。とりあえず顔見せ終わり。お、新しいクエスト。迷わぬよう お気をつけください。石碑？古代、オルセコ闘技場。炎の間と呼ばれる大広間。赤い絨毯に沿って進めばいいぞい。ち、なんもねえのか。絨毯。2階テラス。もうちょっと何言ってんのか分かんない。3階に上がれって言ってたから、あえて上がらない。おいおい、気をつけてくれよ。あの女ただものじゃねえぜ。あんた大したポンコツっぷりですね。見直しましてにゅー。よせや。兵士長、スピンドル兵士長、マリーンのやつ。あれ、スピンドル兵士長、今に見てろよ。人を見る目があるぞ。やべえ、これ無能だ多分。
評判上げるために自らいい噂を流してるやつだ多分。花と名高いスピンドル兵士長の部屋。何より美形じゃねえデブだったし、固く閉ざされている。3人部屋の中にいることはもうバレてるんだぞ。説明書複雑だな。スピンドルありね。一度も見せてもらったことがやっぱ無能枠だこれ。ちょっと待って、魔法の鎧あるやん。しゃあないお前でいいわ。よかった、あのそれもねちょっと不安だったんで2人装備できる装備を選んだんだよ。使い回しすることを考えて。まあ城の備品パクった俺はバレたら死刑ですね。しょうがないね。まあこんなこともあろうかと複数が装備できる装備をあえて選んどいた。危ねえ危ねえ。王宮パラディンを束ねる。おストロング団長強そう。守備に長けた博愛の騎士、ハンマー槍スティック、ね、特に防御のプロだ。僧侶と戦士、ウォークも僧侶と戦士だったからね。でもドラクエ6からやってるとやっぱ武闘家と僧侶のイメージなんだよね。しょうがないね。調べれる場所ないな。こっちの会議室。マリーン様がこの城に出入りするようになってからね、機嫌がすこぶる悪いんですよ。平和な時ならね、あのちょっとぐらい無能でも大して問題ないんだけど、有事の時は大変なんですよね。無能の味方が一番の敵なんで。逆側行きますかね。にしても広い。大使室。大使、聖徳太子。にしてもね、ここの城は装備が豊富だね。お、クラッシュロッド。ナロー系でよくあるさ、本とか魔法書を読むと消滅するやつ、あれわけわかんねえよな。で呼ぶと消滅しちまってみたいな。ん？誰かいる。偉大なる先人たちが眠る場所だ。入ることができん。お、奇妙な裏さ。4個8000ゴールドはでかい。彫像が喋る。もう割と探索した感はあるが、まあ確認できておいてよかった。と休憩室。兵士たちの休憩室、ね、警戒注意で関係者以外の入室は禁止だみたいですね。貯蔵庫、厨房です。よく食べて、よく食べるから。食べてばっかりじゃん。あー忙しい忙しい。ギルザの入れまで行ってタコ付きがよとってきてくれないかい。タコメットもうこの辺がさ、もうネトゲのクエストって感じだよね。まんまにポテト。貯蔵庫
これさ、城の兵士たちが消えてるって言ってるけどさ、城の兵士が消えた日の食材が豪華とかそういう話はないよな。ホラーはやめろって。霜降りミート、最近兵士たちが、ね、急に行方不明になるんだ。でもその日に限って晩飯がすごく豪華なんだけど、どういうことなんだろうかって怖いからやめろ。休憩所、よし行くか。おお、話が。ゼガスがどうとか言ってる。3階で王様行きますかな。大丈夫か、大体行ったな。じゃあちょっと行ってくるわ。お、オーガの2人組が。あれ、これはよく来てくれた、ロルド。グロスナーを。急な呼び出しにもかかわらずこうして来てくれたこと感謝するぞ。すでに聞き及んでいるかもしれない。グロスナーを。我が国は厄介な問題を抱えている。厄介な問題抱えすぎだろう。はい、グロスナーを。噂は道中耳に出しました。何でも強い者たちがいなくなるとか。アロルド、アロルドは、増本拓也さん。ハピネスチャージプリキュアの最悪役エーペックスのクリプト、ね、進撃の巨人のモーゼス・ブラウン。次々と強い者たちが姿を消しておるのじゃ。しかも全く突然にな。おや、客人かい。客人です。私です。来た来た。もうマリーンだ。ゼラリム姫の病状でかい。大丈夫だよ、ちゃんと解放に向かってる。女の子の方が喋りませんが、あれ多分あれだ、遠藤彩さんだな。あの癒しの術で名高い賢者マリーン殿嘘だろ、癒しの術で名高いんじゃないだろ。その背中の剣で全てをぶち壊すで有名な、あれ確か棍棒だったはず。マリーン殿、アロルドとマイユ、その婚約者のマイユさんだ。アロルドはわしの命の恩人でな。強いだけでなく知恵も勇気もあるわしが一番頼りにしている男なのだ。へえ、しかも男前だね。婚約者が一緒じゃなかったら私がお近づきになりたいくらいだ。勘弁してください。アロルド、無理を承知で頼みたい。マリーンの婚約者になってはくれんか。あ、違う違う。あなたの力を貸してくれるか。もちろんです、グロスナーを。そのために来たのです。感謝するぞ。喋らんな、マイユ。は参謀のマグナスから聞いてくれ。アロルドさんがこの国を去ってしばらくしてからのことです。マグナスはまあ多分調べても出てこんやろうな。諦めよう。調べてもないけど。そして他国より訪れた猛者たちが姿を消すようになったのです。ね。あんまり有名どころいなかったっす最初に姿を消したのはグレン城へ我が国からの友好の品を届けたパラディンの輸送団なのですが、その探索に向かった者たちまでもが次々に姿を消すといったありさまでして。ですって。なるほど、わからないことばかりですが、とにかく情報を集めるところからやってみましょう。お願いします。一言も喋らなかったマイユ。じゃあ私はいつもの見回りに行くよ。
弱い者を助けてやるのが私の生きがいだからね。おや、あんたは。私です。今の話聞いてたのかい？聞いてたよ。でも財布を抜き取られて気づかないようなおまぬけさんに解決できる問題じゃないよ。100万ゴールドかけたっていいね。あ、あった、100万ゴールド儲かった。やったぜ。ウィース、ね、バグドウから届いておりますよ。どれの品を入れた犯人は分かっていません。何にも解決はしておらん。一人前の証を持つ旅人か。お、赤のキーエンブレムあげちゃう。お、兵士として働いていたんですよ。強い人ばかり。なんか姫様がいるみたいなこと言ってたよね。孫娘、ゼラリム姫。お年することはできません。マリン様もちょっと怪しいんですけどね。だって俺、あのマリン様の真の姿知ってるから ね、 ね、俺の星空の闘技場にいるもん。失礼。お、アロルドだ。喋るか。俺はアロルド。あなたの名前を聞いてもいいだろうか。偽名で行く。なるほど。あ、ちゃんと本名話しちゃった。ふむ、あなたからは何か特別な力を感じるな。玉座の間にいたなら強い者たちが行方不明になるという話を聞いていただろう。俺は同じオーガとしてこの事件を何とか解決したい。お前も力を貸してくれないか。おお、そうか、それは助かる。お前はまだこの国に来たばかりか。もう終わらしたそれ。だったら城下町などをゆっくり見てからで構わない。俺たちはこれから北のザマ放火台を拠点に捜索する。ザマ放火台、次に向かうところはここやか。まだ喋らない。もったいぶるね。あとどっから尻尾出てたの今。おお、ただものではないだ。白煙を上げる北の放火台だ。兵士詰め所ね。次これなんだろうって思ってたら、あれ城下町だったのか。なるほどね。兵士詰め所と、詰め所は1階。めんどくせえマップだなここ。彫像の声を聞いたんだ。例の練習をしようと剣をかけた彫像に深くお辞儀した時だった。頭の中に声が響いて、こっち行ってみるか。炎の間、ラダカート、ラダガートか。おお、ほうほうほう、なるほどね。金取られたけど。そんなこと言っとって金取るんでしょ。あ、ダーマだ。とりあえずね、一色のキャラが50いくまでは上げないと話にならんと思うんで。あと、もしくは上級職条件だね。分かってから、詰め所詰め所。中2階。ちょ、ここ複雑すぎひんか。3階。
どうやったらあそこ行けるんや。中2階ん？どうなってんのこの島は。あ、ここから横があんのか。詰め所詰め所。武器を掲げたでっかい彫像が並んでる広間。出るんだってさーっと。お、スピンドルファンブック。スピー様、スピー様、うんざりしてそっと本を戻した。あれ、これ開けられんのだ。ね、この出るたび出るたびさ、抜いてる方向がリセットされるのがほんとつらいね。2階の像がいっぱいある。どこそれ。スピンドル隊長。ここか、これか、喋るの。まだ情報足りずか。ベンチ、これっていうか、何やれば話が進むのかが分かんない。無限ループって怖くない？わけわかんねえ、ここ。外が騒がしいですね。もうオッケーかな。クリア。ほう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 。R2 仕草。あ、なるほど、そういうことか。そんなんあったな、そういや。R2 おじぎ。外れ。じゃあ次これ。外れ。これ。外れ。お、来た来た。この声が聞こえるか。うん。やっと。あ、すいません。ここの兵士です。ね。え、お化けが出るってって。あ、すいません。行きたかった場所があるんですけど、いろいろ忘れてしまったみたいで、若草色の大地。岩壁がそびえていて、敵から音だけ響く静かな場所。どこや。じゃあ、こっそりついていきます。また聞き込み？もうただでさえここマップわけわかんねえのに。
マジでネトゲのイベントって感じだわ。どうせ即攻略ページ作られてその通りにしか動かなくなるイベントって感じだわ。教えてくんねえし。誰が教えてくれるんだ。あったあった、ギズマン誰だよキャラ、あいつかギズマン。噂は、報告してくれ。若草色の大地の先に岩壁があって滝のような音がする場所に行きたい。ふむふむ、ガードランド領の南、ギルザッド地方の東の果てに先生の滝、ここね。地位覚えた、今だけ。うん、理由は聞かぬが先生の滝の近くは魔物が強いね。オッケー、こんなとこいられるか。俺は帰るぞ。お、ピエロ、ピエロ、ピエロ。おお、すごいな。さすがピュージュさんだ。ピュージュさんだ。山田かな。ちびまる子ちゃんと。あれ、この声聞いたことあるな。スネ夫の声ってことは、なんか人形が。あれまあれま、ウィスパーですね。みんなよく知っているあの人ですよ、ピーチュ。あれでも出てこねえ。ピュージ。ピュージ。出てこねえな。ピュージ。まあ関さんですよね、うん。一人何役もしているらしいですね。まあ関さんはスネ夫でいいんじゃないですか。スネ夫とウィスパーでいいんじゃないですか。ドモン歌手、まあドモン方面ではないよな。不思議不思議、お人形ちゃんが消えちゃった。どっちかいうとウィスパーに近い演技だね。怖くないよ。怖くない。怖くないよ。さあ、坊や、その手をそっと開いてみてごらん。おお、これあげた人形と違うのかな、ブスゴンに。君と仲良くなりたいってウィスって言ってそう。お友達になってあげてね、約束だよ。
て。それじゃあ僕は帰るね。皆さん、こんな大変な時だけど、笑いを忘れちゃダメだよ。ダメよ、ダメダメ。じゃあ俺帰るから。さあ、あれも絡んでくるのかな。ピージュさんのおかげですわ。僕ずっと大事にする。結構減ってるな。宿屋で寝てからだな。そんな高くなかった。宿屋。ここ不便。セーブも遠いし、ね、イベントあったらもう使わねえからな。ここ違う。散髪屋、ここや。セーブセーブ。お祈りをする。お願いします。よし、行くぞ。